ヤヤ島の航空写真ロシアにおける、ノボシビルスク諸島の一矢島近辺、浅瀬に海氷が堆積している。赤い十字の座標は、北緯73度59分25.2秒、時計133度05分28.1秒、北緯73.990333度時計133.091139度、 73.990333133.091139。八や島はロシアで2014年に発見された砂窯からなる当初である。ラプテフ海に浮かぶノボシビルスク諸島に属し、長さ370メートル、幅125メートルほどの範囲に広がる。この当初の発見により、ロシアの排他的経済水域は452平方キロメートル増加した。 八や島は、20世紀半ばまでにその場所に存在していた、氷島が溶けたことで姿を表したと考えられている。2014年9月、コテリヌイ島の軍事基地に建築資材を運ぶ、ヘリコプターによって上空から発見された。同年11月、調査船が再放しその存在を公式に認めた。やや島の、やはロシア語で、私を意味し、ヘリコプターが新島を通りかかった際、 クルーたちが一堂に私が私が発見したんだと叫んだことからその名前が付けられている。ありがとうございます。